4番線ご注意ください。恋人の死から立ち直れず灰色の毎日を送る明美に、一冊の古本が奇跡の出会いをもたらす。ありがとうございます。誰かが読んでた大切なものがまた誰かの大切になったり。楽しいね、明美くん。彼女には笑顔を絶やしてはいけない現実があった。私の彼、余命宣告されちゃってさ。俺死にたくねえよ。私ね、キラキラメガネかけることにしてるんです。見たものを全部輝かせるメガネ。キラキラメガネかけてないと壊れちゃいそうなんじゃないかって。大事な人なくすってどういうことか考えたことあんのかよ。自分の人生を愛せないと嘆くなら、愛せるように自分が生きるしかない。キラキラメガネ。